今回はカローラクロスがノートーラより優れている点ということでやっていきたいと思います。優れている点一つ目ですが、人工知能ヘイトヨタがあるということで、これついてるのってトヨタぐらいじゃないかなというところで、優れている点一つ目、人工知能ヘイトヨタがあるよと。日産も上位車種だとね、アレクサとか積んでますけどね。優れている点2つ目ですが、ドライブレコーダーが内蔵されていると。これ残念ながらトヨタ車ぐらいしかないんじゃない？まあセレナもついてるけど、車両にドライブレコーダーが内蔵されてると。10fps ですけど。まあ、それによって、例えば、バッテリー上がりの原因、車外ドラレコはなったりするから、バッテリーが上がりにくくなるであるとか、T-Connect のね、アプリで、スマホでね、映像見れたりしますし、カーナビゲーションの方でも見れるんで、これは、やっぱもう内蔵化しちゃった方がいいと思います。もうつけなくていいんで、すっきりするしね、インテリアもね。で、ドライブレコーダー、車両に内蔵されてた方が、もう今後はいいんじゃないかなって、どうせつけるんだから、もうつけていいと思う。うん。この辺はもうトヨタもう、わかってるな、というところですね。まあ、日産も今後、セレナで内蔵されてるのがね、他の車種にも展開されるでしょうけどね。年次改良とかでね。優れている点3つ目ですが、バニティミラーに照明があると。これね、セレナもそうなんだけど、ノートーラもないんですよ。日産はね、この辺ケチりがちですよね。なんでないのって言いたい。逆に。ここはやっぱりライバルとか、トヨタ車とかホンダ車に比べると、装備の部分ちょっとしょぼいよね、みたいな。とこではあるよね。ということで、優れている点3つ目はバニティミラーに照明があると。夜の舞踏会行くときも気象直しバッチリというところですね。優れている点4つ目ですが、1500W のコンセントがあると。非常時にこれがあることによって停電しても、車でご飯が炊けちゃうとかね。残念ながらこれも、日産の上位車種とトヨタ車ぐらいなんですよ。あと、マツダの PHEV にありますけど、普通のハイブリッドだと、この2メーカーだけ。で、トヨタだとやっぱりヤリスクロスとかであるとか、まあ、コンパクトクラスでもついてると。やっぱりね、これ震災の時に、計画停電の時に助かったっていうコメントがこの前寄せられてたので、いや、これつけようぜ。うん、オーラとかもね、ついたらいいんですけどね、まだ日産上位車種限定っていう装備が結構多いんですよ。うん、この辺とかはケチくさいなって思いますね。優れている点5つ目ですが、パワーシートのウェイ数と、もも裏が上がるというところで、カローラクロスは8ウェイのパワーシートなんですよ。で、ノートーラは6ウェイなんで、前後と上下とリクライニングだけなんですよね。まあ、それでも今回パワーシートついたのは、いや、いいことだなとは思いましたけど、改めてね、10ウェイとかのパワーシートあってもいいのになって思いますけどね。どう思いますか、皆さんというのは。ぜひ、コメントとかしてくれるといいなと。優れている点6つ目ですが、ランバーサポートがあると。前後だけとは言えない。でもランバーサポートついてる SUV って、このクラスだと、意外と ZR-V とかランバーサポートないですし、いや、優秀だよな、カローラクロス装備の部分。うん、やっぱり腰痛持ちにはね、ランバーサポートとかパワーシートでね、より合うシートポジションをね、探すのがいいんじゃないかなというところで、うん、改めて、ナンバーサポートがあるのもね、いいなと。優れている点7つ目ですが、ルームランプ LED と。ノートーラね、この辺も豆球なんですよね。日産ね、エクストレイルとかもそうなんですけど、この辺ケチ臭いんですよ。ほんと、ケチとしか言いようがないというところで、最近だから逆にトヨタ車はもうバニティミラーの照明含め LED 化されているので、結構その辺は、うん、トヨタ優秀だよなって改めて思いますね。うん、昔とかはね、結構ケチ臭いイメージあったけど、意外と装備に関してはもう妥協なく、出し惜しみなく入れてきてる感は昔に比べたらあるよね。優れている点8個目ですが、
ナンバー灯が LED と。残念ながらノートーラはナンバー灯も豆球と。日産はね、多いっすよね、ナンバー灯豆球の車ね。なんでそこケチったって言いたいんですけどね。この辺もな、やっぱり標準で LED にしてくれてた方が楽なんですけどね。ということで、優れている点8個目ですが、ナンバー灯が LED になっているということで、優れている点9つ目ですが、安心降車アシストがある。これトヨタぐらいしか今装備なくて、なぜかこれシエンタにないのにカロクロとかエリクロのマイナーチェンジではついたっていうのは、なんでちぐはぐちゃうんっていうのは言いたいんだけど、ドア開けようとした時にピーピーピーって言って、あのドアが開かないように、高速砲から車が来てる時にドア開けようとすると開かないようにしてくれると。これ運転席も後席もですけど、こういうやっぱ車から出た後の事故も防いでくれると。そこまで考えてんだトヨタって。これスバルとかもないですから、いや国産で一番安全装備充実してるのは改めてトヨタだよなって思いますよ。当然ホンダとかマツダにもこういう機能ないですから。いやトヨタほんと最近ね、もう日本一の企業、世界一の企業とは思えないぐらいにね、もう容赦がない。うん、容赦なくなっちゃった。だからライバルにとりあえず忖度して運転支援とか削ってた時代が本当何のことやらというような感じですよね。国産車で運転支援安全装備充実してんの、じゃあ何買えばいいですかって言われたら、トヨタ買っときゃ間違いないよって言えますよね。これなら優れている点10個目ですが、プロアクティブドライビングアシストがあると。これは何かっていうと、先行車に近づきすぎたら減速して車間距離を調整してくれて、時速15キロまでは減速すると。で、時速15キロ未満になったらプリクラスセーフティが作動するというような形になるんですけども、15キロだったら普通に止まれるし、あとカーブにノーブレーキで突っ込んだら減速してくれるとかいう賢い安全装備がついてると。やっぱこういう機能がね、ついてると一般道での運転も楽になりますもんね。クルーズコントロール中じゃないと先行車に近づきすぎたら減速するとか、日産とかだとね、ナビリンク機能でコーナー前減速とかしてくれるっていうのはないけど、トヨタだったらもうクルーズ入れてなくてもできると。ここのやっぱ安全装備とかに関しては、運転支援とかはトヨタ最近すごい優秀だなと。うん、ここはもうトヨタめちゃくちゃいいよねって言えるところですね。言うたら PDA ってレクサス ES とかにはまだついてないですから、この辺もなんかトヨタレクサスにすら容赦がないっていうのは思いましたね。優れている点11個目ですが、アドバンストパーク、いわゆる自動駐車があると。まあシフト操作必要なちょっとめんどくさいタイプとはいえ、一応自動駐車もあるよと。縦列の時にはね、役に立つんじゃないかなと思いますけどね。で、なんでこれつくといいかっていうのが優れている点12個目につながるんですが、これ最後ですが、パーキングサポートブレーキ周囲制止物がある。これは何かというと、パーキングサポートブレーキ、パーキングってついてる通り、駐車時に微低速時に制止物とか、しゃがんでる子供とか隣の車とかに近づきすぎ、ぶつかりそうになったら自動ブレーキをかけてくれるっていう機能がトヨタの車基本ついてると。まあ日産とかスバルとかホンダの車とかもついてるけど、スバルはフロントがないとかね、いろいろ車種メーカーによって違ったりするんですよ。で、輸入車はもうことごとくないっていうのはもう有名ですけど、これがついてると、だから駐車時にしゃがんでる子供引いちゃったとか孫引いちゃったみたいな事故は防げると。で、トヨタが優秀なのが、さっき言ったアドバンストパークっていうのをつけると、前後だけじゃなくて左右も自動ブレーキがかかるようになると。内輪差で隣の車にこすっちゃったとか、内輪差で電柱を巻き込んじゃったと、で、ぶっけちゃったとか、そういう事故が防げると。実際これで、レクサスの動画を上げてることでおなじみの静岡の石油王のね、CSK さん、CSK レビューチャンネルの CSK さんって人がいるんですけど、静岡の石油王ですよ、彼は。静岡ですっごいお金持ちを持ってて、違う、静岡ですごいお金を持ってるレクサスオーナーの CSK さんって方がいるんですよ。もうエンゲル係数も高くて、マックじゃなくてモスバーガーめちゃくちゃ行ってるっていう、もう旅行もめちゃくちゃ行ってるっていう、もうすごいね、大金持ちの方がいるんですよ。その CSK さんが RX でポール巻き込みそうになったけど、アドバンストパークがついてくれてたおかげで、
ポールに巻き込まずに済んだと、要はぶつけずに済んだと、自動ブレーキがかかってくれたというのを言ってたんで、いや本当ね、これがこれのサイドソナーのためだけにアドバンストパークつけていいと思う。でそんなに高いオプションじゃなかった記憶なんで、いやつけた方がいいです。その自動ブレーキが広がるっていう意味で、その自動ブレーキを増やしたらたまたま自動駐車もついてきちゃったぐらいの気持ちで買うのがいいんじゃないかなというところで、ハイブリッドの上位グレードのみですけど、でもそれでもつけれるっていうのを考えたら優秀だよなということで、ご視聴ありがとうございました。